ナザーエデン、時空を超える猫。はい、どうも、サオでございます。本日はですね、時の塔にやってまいりまして、まあ、前回で星4のロベーラ引きまして、パーティーが5人になりましたね。サイラスをメインに沿わせたんですけど、まあかなりのね、戦力拡大がね、なされましたね。まあ、あとね、ここから、このプラスボタンから、このレベル上げアイテム使えるの知らなくて、ちょこちょこって使ってレベル上げしておきました。てなもんですかね。あと、アナザーホースがね、解禁されましたね。必殺技的な何か。はい。というわけで、時の塔のね、これ最後のとこなんで、ボス行きましょう。で、ボスが何なのか分かってないですね。さあ、何が来るのかな。おお、すごい。すげえ。これは。存在する世界の可能性。この胎児のような人工生命群が未来の、無数の未来を原始していると推定する。ほう。ほうとか言って。量子コンピューター。ボスか今の。もしかして。気持ち悪い。てか、ね、サイラスにはちゃんと説明してあげればいいの。あ、この場所。こいつボスじゃね？あ、怒ってる、怒ってる。怒ってるよ。ちょ、サムネ用にスクショ撮りますね。あ、今撮れたかな。まあ、いっか。毎回さ、音楽変わるのすごいよな。というわけでやっていきましょう。とりあえず、火属性が弱点かな？水属性が弱点かなってやっていきましょうか。ああ、普通だわ。うん。相性は別に悪くも、良くも。てかさ、回復してくんの忘れたわ。やべえやべえやべえ。これ夢になるかもしれない。いや、やば。なんとかなるか。まあ、戦力もかっ、ああ、やば。え、どうするこれ。デバフ使って、いやー、強いですな。今回は、まあ、かといってゴリ押し以外にも何もないんだが、ブレインアウト、あー待って、知性バフ効きそう。知性ダウンバフ良さげかも。いいっすね。峰打ち効かんかな。あー相手の方が早いわ。知性ダウンバフめっちゃいいかも。よし、押します。必殺。もうね、ヒールのとこをねとりあえず叩く。オッケー、いいっすね。いいダメージ、回復もできたし、いけそうなんじゃない。いやー、そのロックのやつきついな。ヒールだよな、そら。一旦戻しましょう。ロベーラのバフで、突をね。あ、でも、ロベーラのが後に来るよな。そうだよな。ここで、
パリサが結構出せるはず。じゃブレインアウトしておきましょう。痛い。なんかやばそうだぞ。やばくないこれ。これどうなってる？どうなってるこれ。え、わからん。防御とかないしな。おお、やばそうなバフ貼ってますね。いや、どうしようもないぞ。ブレインアウトで落とすことはできる。痛い。やばいな。あ、てかミスったな、これ。やばい、夢です。夢です。回復だ。頼む。いやー、ゴリ押してんな。やばな、どうすればいいんだろう、これ。どうしよっかな。あ、今、8回目ぐらいです。挑戦。どっちのデバフかわからんぞ、これ。あ、入った。回復は大丈夫だ。すごい。ヒール。アパショット。プレソード。スイルギリ。あ、今ちょうど弱点になってますね。なぜかわからないですけど。この弱点条件がわからないですね。ラストかな。ここで来た。で、戻して、ヘイル。行きます。左をしこたま打つ。出たじゃん、割と。割と出たでしょ。割と。いいんじゃね？ 1 万いったもん。今回はいいぞ。よし。ヒール、ブレイソード、ブレイザーロー。いける。800以上に保っておけば、なんなら、これも耐えられるからね。ブレインアウトしときましょう。あー、やばい。変える。あ、攻撃がなくなった。い、おりし、押すと、押そう、押そう。オッケー！来た。まあ。並び替えたからね。スキルの並び替えた分で倒しましたね。よかった。ふぅ。かなりね、苦戦しました。ドキドキでした。ちょ、ここ、スクショ、サムネ。あざす。気持ち悪いですね。いや、よかった。で、これで飛空艇手に入るのかな。妖怪、新境プレーター承認を完了。おお、時を旅できるようになったか、ついに。王たちによって開催されたこの前求める本来のあるべき歴史。頼む、お前たち、わぁ！お前たち、わぁ！はぁですよ。ああ、カエルまで巻き込んじゃったよ。タイムスリップに。ああ、打ち上げられちゃったよ、しかも。え？ああ、戻ってきた。エイミーが、俺の嫁さんが、お、やった。一件落着。いや、全然一件落着じゃないんだよね。二度と動かないように。やば、かわいそう。
ああ、退治。ああ、デローンってなっちゃった。ああ、あらら。パシファル王の計画はなくなったけど、君の妹的な何かが、ね。あ、最初の人だ。ファントム。滅びの、あらら。黒幕やんけ、こいつ。ああ。利用されてんじゃん、アルドさん。ヘリクツ言われてますね。残念、アラドさんじゃねえ、アルドさん。どっか飛ばされたし。次のね、街に行きましょう。もうパートなんだかわかりませんけれども、このシリーズは完結させようと思っております。お、飛ばされてきた。ここはどこでしょうか。暗くね？めっちゃ膨らんでる。暗くね？そういうところ？俺の画面がおかしい。暗いよな、これ。なんだこれ。まあ、とりあえず、じゃあ、このパートね、10章パートはね、おしまいになります。というわけで、ボス突破ガチャ引いて終わりましょうか。いつも通りね。行くぜ。ドン。星5でいいからね、クリアした後に使うから。ドーン。順調にさ。うん。ダメだね。3は使えません。チェンジオンになっちゃうんだね。はい。というわけで、今回のパートは以上になります。ご視聴ありがとうございました。